はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます、サールです。デュープリズムですね、よろしくお願いします。よいしょ。ノートを取り出すのを忘れたし、書き込むのはまあなんとか書き込んであるか。コメント、あ、そう、前回、前々回とね、イベントが多かったんで喋る時間がね、なかったんですよね。街の外を奇妙な人形がうろついているそうです。外にいるなら火をつけなさいと。あ、そうだ、金がねえんだ。あ、金がねえっていうか、お金が足りなくて、なんか買えなかったんだよね。なんだったっけ。あ、ここは港か。港にはなんか何もないんですかね。いつも港は静かな方がいいねっていうお兄さんがいるだけだったんだけど、ちょっとお金稼ぎましょうか。夢見石もあれ以降効力を発揮しませんからね。どっかで拾えたのかな。あ、そうか、俺でも地下迷宮行かないといけなかったんですよね、実際は。で、なんかなんだっけ、人形工場があるだろうから、それをなんとかしなさいよと、なんとかしに行くぜっていうね、そんな話だったような気がするもう覚えてないんですよね。そういや、このサンダーの、あ、ごめん、サンダーの魔法、あー、ショットガン、あ、俺は今ショットガンにしてるからか。ショットガン系になってんだよね。あ、じゃあスーパーとか、ワイドじゃなくて、ワイドだと弾ける火花、ほら。あー、このパチパチくんの方がいいかな。ん、なんか どういう感じで発動してるのかよくわかんねえな。あー、まあでも外に向かって飛んでってるような感じだよね。まあ強いんでね、あまりかわからないけど。あー、そうだね、コメントそういえば別にいただいてたけどあと一つなんですね。闇の吐息、闇の吐息もどうよ。あー、でも暗黒感ありますね、こっちの方がいいかな。闇の吐息、誰の吐息なんですかね。闇とは一体、闇は生き物、その可能、お、あ、僕帰る、君帰る、ちょっと待って、さっきの変なトラちゃんみたいなやつが、ん？俺を今導こうとしたんじゃないか、気のせいか。なんかね、引っ張ってなかったんですよ。僕帰る、君帰る、もう違うし、ん？どこかにいる？足音は聞こえるような気がするんだけど、パンチできないですよ、ここの時点で。なんかあったのかと思ったけど違うのかな。でさらに先にも行けるのか。お金ね、町戻って換算しないといけないんでちょっと分かんないです。あ、ちょっと待って、戻れなくなってんだけど、このゲーム意地悪だな、ちょっと意地悪ですね。まあいいや、じゃあここで一周してる間にコメントも返しましょう。こういう背景だったね、奥行き、まあ、あるし、行けるところといけないところがね、明確に一応なってるんで見やすいんですけど、チェシャ猫ステージはかなりきつかったね。全く背景わかんないし、まあ、ボス戦において一番最初のさ、なんか門番みたいなねところあったじゃないですか、一番最初のボス。あそこはすごく遠くてっていうか、奥行き広くてさ、ステージが戦いやすかったんですけど、それ以降さ、どんどんさ、場所が狭くなっちゃって、まあ、次行く地下迷宮とかも多分そうだと思うんだけど、狭いんですよ、スーパー狭くて。とにかくね、なんかせっかく 3D アクションゲームやってるのに、結局なんか 2D みたいなね、いわゆるファイナルファイトとかに近い動きをさせられてる感じがしてね、結構きついんですよね。で、ダウン追い打ちとかも割と平気な顔してやってくるゲームなんで、そういうところもきついしね。じゃあカエルくん、僕を返してくれ。
僕帰る、君帰る、帰ります。でちなみにある言ってたチェシャ猫、チェシャ猫はキングダムハーツですね。あるディズニー系も入ったのは中学の頃のそのキングダムハーツからいろいろファイナルミックスだけどやったんですよ。モンスター売りまして3000、あまりですね。あー5000か、全然足りないね。相当借り尽くさないとダメなのか、めんどくせえからもう行きましょうか。こんな武器なくても、まあ、なんとかなるだろうといううぬぼれがね、後のこう苦行を招くことになるんですけれども、よし、じゃあ行きましょうか。地下迷宮だったよね。あ、ごめん、また間違えした。どうしてもね、なんか門から扉から出るっていう雰囲気がなくてさ、なんかやっぱ外に繋がってるように見えるじゃん、こっちの方が。本来外に繋がってたら扉をねしっかり作る可能性もありますけど、結構前からねコメントじゃないリクエストをいただいてるアリスマッギネス、いや マットネスだったかな、なんか引っかかんのよね。マッギネスはゴエモンですね。前のやつ何考えてんだろう。プリマを欲しがるってことは遺産の封印を解くつもりらしいけど、遺産には手を出してはいけませんって言っていたのに、おかしいぞ。どうも納得できないのよね。おまけに無差別にモンスターをばらまくなんてやることが妙に荒っぽいし、嫌なことでもあったのかな。まあ確かに嫌なことあるとね、攻撃的になることもありますからね。ん、やば、隠れなきゃ。私が地下迷宮を守ります。あなたたちは例の作戦をお勧めなさい。わかりました。ふっ、何がおかしいのです。いえ、見事に化けたものですから。驚かされただけですよ、殿下。女性とは実に不思議です。からかうのはやめてください。すべて遺産のためです。これは失敬。ではどういう意味だろう。化けた、うん、ははーん、読めたわよ。前は急に遺産が欲しくなってコロッと態度を変えたってわけね。だから偉そうにしてるくせに、そういうところはまだガキね。そういうことなのかな。いいわ、こうなったら姉として愛のお仕置きをしてやるわ。かぼちゃの恨みもあるしね。食い物の恨みは恐ろしいからな。お仕置きに愛はないと思うんですがね。てか愛ってなんですかね。やっぱ重い方がいいっすか、愛は。ヘビーな方がいいですか。あー、人形いますね。人形もな、でも今大安売りだからな。ほらよっと、あ、ちょ、ドロップなんだよな。あ、ドロップじゃない、これワイドか。あ、おまけにここもこのね種類もあるしね、全然取れてない。ドロップ、いや、ドロップ強えわ。落下するってこのゲームにおいては強いよな。で、何がいいって、あれ、あんだよ、死んでんじゃないの。おまけにさ、1対1だったらね負けないし、で敵はさ、敵はね多分これ起き上がりにね無敵ありますよ。頭にきますね。さてさて、俺ここのロジック分かってないんですけど、出会い頭に攻撃するのやめろや。あー、飛び蹴りが入らないとうざい。でさ、こうなった時によいしょ、こっちがさ追い打ちかけられないんですよ。さて、どっちに行こうかね。水の音がしないとわからない。おっと、危ない、ダメなんですよね。俺は敵ぶっ飛ばした方がいいのかな。お金にならないからな。ほら、どっちがいいかな。左の方がいいか。最初左だったよね、滝の音が聞こえるようになったのって。
ゴーっていう音がしてくるといいと思うんですけど、基本的にまあ人形戦はそうだけど、ダウンさせた後に、まあ、魔法でね、こう持続で追い打ちかけるっていうのがいいのかなと思うんですけれども、体力が出てこないとちょっときついですね。よし、滝の音が聞こえない。え、ということはこれ、ああでもこれ同じ道ですよね。滝の音が聞こえないと俺そのどこ行っていいかがわからないんだけど、なんかこれ法則あったのかな。俺はね結局音だけで全部判断しちゃってたんで、何かあるときにね、このね滝の音で判断してたんで、なんか決まりがあるんだとしたら俺かなりまずいですよ。俺あの分かってないんで、多分同じところだよね。どうしよう、壁がない方行ってみる。あ、壁がない方でよかった。あ、違う、これ宝箱じゃない、月の石。あ、月の石ですか。あ、ダメだ、このゲームあるんだ、あのアイテムに関しての説明って特にないんで、これが何かっていうのは俺にはねよくわからないんですよ。さてさてどうしようか。とりあえず壁がない方に進むと、あれ、これは星の石。あ、これちゃんとアイテム取らないとダメ系か。こう迷宮もしかして変わってんのかな、迷宮。あー、変わってるな、変わってんのかな。いやでも変わってない気がするな。月の石と星の石は何に使うんだ。あ、足場がなくなってる。え、あ、また集めなきゃならないの。あー、めんどくせえマジで。アイテム、ちょっと待ってね。星の石と月の石、なんだっけこれ。なんかもうそもそも取ったことあったっけ。それも覚えてない。まあいやでも懐かしいなこれ。ここでな、アリさん、アリ駆除アリ駆除すげえ駆除したかもね。あー、なんかスケルトン、かっこいいスケルトン、スケルトンロードがいますけど、あ、ただ今度集めるのは、なんだお前ら、やめろ魔法で。危なかったぜ。キーンじゃないよもう。ちなみにこれのアイテムはなんか出てるの。あ、アイテムとして、あ、特にないですね。あー、いくつ集めればよかったんだっけ。ちょっとそれも記憶が定かじゃないので、よっ、あ、ここ飛べない。ほんとね、こうなんか吹っ飛ばされちゃった。なんかこう自分の身一つで行かなきゃいけないのはすごい大変なんですよね。ちょっと骸骨剣士強いん、危ない、間に合わねえ。あー、強い強い強い。あ、そっち行っちゃう、行っちゃダメダメ。ホルモン取って、よし行こうか。 HP は困ったことにね、このゲーム HP 殴っても回復しないんですよね。あー、1か、氷系だもんね敵も。バルカンで MP 上げるか。別にそんなこともする必要ない。こっちも強いんですけどね。ちょっと体力に余裕なくなってきちゃってるんで、ポーション欲しいんだよな。ほら、当たらない。あ、14は強い。何にしよっか。なんか光系に弱そうだから、サンダーにしとこうか。ここだ。あ、危ない。あ、遅いな。攻撃が。ワイドにして弾ける火花でいいか。ちょっと打ってみっか、初手で。ほら、ちょっと待って、ごめん弾けてないんすよ。どうしよう、闇の吐息でいくか。これ強かったよね。おい、あ、そんなに飛ばね。これじゃあ広がる刃。あー、坂の上坂
の上はいい加減にしろよな、このゲーム。じゃあ、誤方向弾は？ちょ、狙って狙って。ちょ、ね、あのさ、ミント、急に狙わなくなるのは NG。体力。普通に隙を狙われるんだよな、これ。さあ、HP ないっすよ、これ。どうすんの？当たらねえしな。初手で撃たれる、まあ、初手で撃たれるけど、ああもう人形も出ないと、はい、で攻撃食らうの1だけなんで別にいいか。あ、4食らっちゃうのか。飛び蹴りで行きたいな。27、まあ、2回飛び蹴り入れれば、ああ2つ入る、ああ助かるわ。これちょっと HP 回復しないとダメだな。よし、とりあえずこのままでいいか。まだどうせここでね食らうんですけど、あ、違う、これ弾かれてんじゃねえんだ。このミントがね、いらぬ方向に蹴り入れてるんだ。スケルトンで弾かれてるわけじゃねえや。で、蹴りがすっげえやっぱ強いんで、2回でいいです。飛んでキックして回復、これでいいです。で、すぐ打つ。これだったらまあいいでしょう、間に合えば。よし、はい、回復。やっぱ広がるってね、やっぱショットガン系なんですよね。やっぱ広がるってね、正義なんだよね。とにもかくにも正義すぎてさ。ああ、もう俺ここ行かないもん。で、ここか。俺。よいしょ。これ連続で食らってんな。連続っていうか、よし、これで全部かな。あ、まあ燃やそうと思えば全然こっち燃やせるんで、なんだったら行きましょうか。ちょっと待ってね。スーパーじゃなくてワイドノーマル。あそこにもあったしね。ほら燃えろよ。まったくここのおかげでね、ずいぶん手こずらせてもらったよ。一応奥も見ておこうか。今だったらね、全然 HP や MP ありますから、ね、全然余裕でいけるでしょう。全然余裕じゃないんですけど。大丈夫か？はい、何にもない。全く頭にくるぜ。よし。そしたら、どうしようかな。まあ、MP と HP と回復だけしましょうか。この人形縛いて。回復しました。結構早めに回復できましたね。よかったよかった。で、帰りはね、こうやってさっさと戻れるんで、これがね、こうやって戻るんだったんですね。はい、足場よし。どうやってんだっけこれ。普通に乗ればいいんだっけこのね、普通に乗るのがね超難しいんですよね。ところで今回ね、R、これ PS1 のソフトなんで PS3 でやってるわけなんですけど、で PS3 でやってる、このアクションゲームをやってるってことは、いつもだったらね、アーケードコントローラーでプレイするのが、まあ、いつものね、R 常だったんですけど、普通に忘れちゃってたんですよね。またあれか、これやるのかな、ふにゃって怪しいと思わないかい。ここでルーのね、額のアクセサリーがぐちゃぐちゃにならなくてよかったですよね。 HP 回復、精霊の心だけはちゃんと残っていた。精霊の概念とかこのゲームあるのかな。魔法があるんだから精霊の一人や二人いたって次いいか。ああ崩れている、いいぞ。ということはスカルハンマーみたいなのがまた出てくる可能性もあるよね。さあいるのか。見つけたわよ、マヤ。待っておりました、ワミンとお姉様。人形たちの歓迎はお気に召しましたか？やかましい。って本当に苦労したよ。あんた急に態度が変わったんじゃない？遺産に手を出してはいけません、なんて言ってたのに、どういうつもり？プリマを奪うためにモンスターをばらまくなんて。遺産を欲しがる気持ちはわかるけど、やることがひどすぎるわよ。世界征服をね、企む女がそんなんじゃ甘いよ。
ちゃんちゃらおかしいですわね。あ、お姉様の考えなんて知ってこっちゃありませんわ。遺産のためなら私はどんな汚い手も使いますことよ。ほほ、こんなんじゃなかった気がするけどね。こいつ変わりすぎ。昔から陰険な妹だと思ってたけど、そこまで根性がひね曲がってるとは。姉として放っておけないわね。愛のお衣装着替えしてやるわ。あのさ、愛強調するのやめてもらっていいですかね。あら、余裕ぶっこいでくださいますわね。ですが、そんな暇があるのですか。考えてもご覧なさいな。お姉様がここにいて、ルーとやらもゴーストテンプルに行っているはず。ということは、今カローラの町は誰が守っているんでしょうね。誰がって。あ、やばい。まんまと引っかかりましたわね。まったくミントお姉様ったら、相変わらずすっとどっこいで、私笑っちゃいますわ。人形をばらまいたのは、私とルーを町から引き離すためだったのね。今頃サイコマスターたちが町を襲っていることでしょう。でもロットとかミラさんいるから多分大丈夫じゃねえ。人形相手じゃなかったら。カローナの町は火の海ですわ。やることがなかなかえぐいっすね。あんた何考えてんの。言ったでしょ、遺産のためなら私はどんな汚い手も使うんです。いやでも世界征服にはね、それくらいの非常者は、非常者だって、非常さは重要ですよ。こいつ。さて、私そろそろ失礼させていただきますわ。お姉様、ごきげんよう。待てこら。あんやろ、許さん。なんて悔しがってる場合じゃないわね。急がなきゃ、間違いない。大丈夫な感じ。いや、助かった。オスカルハンマーちょっと嫌だったんですよ。危険虫けらども、なんか背中に羽生えてんだけど。マヤ殿下のご命令である。この町にかくまわれているフリマドールを即刻引き渡せ。さもなく町を焼き払う。命ある者は皆殺しだ。息を潜めて無視するか。我らも舐められたものだ。わあ、すごい羽生えてる。あれ、にでも言ってた。サイコマスターどれでも構わん。手近な家を一つ、中の人間ことすりつぶせ。バカ野郎、そんなことしたらプリマドールどうなんだよ。かしこまりました。そうはさせないぜ。おお、マーヤだかなんだか知らないが、好き放題にやってくれるわね。あたしらこの町に義理はないが、あんたが町を焼くつもりなら黙っちゃいないよ。黙っていられるのなら絶望の悲鳴をあげるかい。すげえな、あい、暗黒だな。お前たちがいくら泣きはめこうが、我らを止めることなどできん。泣きはめくだって、ふざけんじゃないよ。デューク、今こそあんたのなりきりが役立つ時だよ。こいつら全員まとめて片付けちまいな。ヘイヤネさん、俺に任せてください。こんなこともあろうかと、昨日は徹夜で世界の格闘家伝説全15巻を読んできました。徹夜で読むね。15巻、まあ俺本読むの遅いからね、徹夜かもしんないけど、15巻は結構すぐ読めるだろう。俺は今まさに史上最強の拳法家になりきってますね。お、史上最強の男になってる。北極熊倒せるかな。身の程知らず。よかろう、お前の力を見せてもらおうか。ああ、見せるぜ見せるぜ見せてやるぜ。今こそ燃え上がれ、俺の鉄拳セブン。行くぜ必殺。リュウク、口ほどにもねえぜ。どうする姉ちゃん。そうか、なりきる前にぶち殺すと。先手必勝ってやつですね。てめえの子分は夜空の星にしてやったぜ。諦めて土下座でもしとけ。そんなつもりはさらさらないね。諦めが悪いってのは私の取り柄の一つでね。
そうなっちまったら道は一つだ。あんたら3人、私一人で倒す。え？ならば望み通り相手をしてやろう。ちょうど良い見せしめになる。ヘクサゴンはないんすか？お前にむごたらしい死を与えれば、この町の人間たちも我らに逆らう気をなくすであろう。あっ！これはこれは、いかにも殿下らしいご登場ですな。初めてドロップキック買わせたんじゃない？ヘラズ口もそこまでよ。私が来たからにはもう好きにはさせないわ。ボコボコにしてやるから覚悟しなさい。残念ながら今は時間がありませんので、我が最強の部下にお相手させましょう。お、あ、お、お、あら、どこに連れて行かれるんだ。おう、しばらくの間ここでおとなしくしていただきます。教会か？そう言われたくらいで私がおとなしくすると思う？でしたら私の能力を使うしかありません。お、神戸を垂れろってことか。やれるもんならやってみなさいよ。返り討ちにしてやるわ。そう簡単に行きますかどうか。では参ります。私に正面から挑むというのですか？はい。おお、正面から挑んじゃダメなの？あっ、どうぞどうぞ。掴むと吹き飛ばされるんだけど、やめてくだしや。じゃあ背中から、あっ、魔法栄翔はやめろ。うわやはり飛び蹴り、飛び蹴りは全てを解決する。あ、でも掴まれるとダメです。掴みは強い。ただね、これ相手の HP 見えてないんですよね。それがちょっと気になる。あ、どうなったら相手が掴むっていう動作になる。あ、わかんねえ。何で食らっているのかわからねえ。普通に魔法食らった方が楽です。あー、なんか掴まれんな。なんだろう、攻撃判定。出たらすぐ殴れば、あ、出たらすぐ行けばいいか。これ多分ね、めくってんじゃねえかなと思うんだよね。俺の攻撃がその背面に当たってる時にうまくいってんじゃねえかと思うんだけど。あー、吸い寄せられる。そんな技もあんの？え、これ負けば、あーっと、また倒してた。負けバトルなのか。でもね、対ヘクサゴン&デューク戦で会いましたからね。あのデュークの HP がないのにデュークが倒れるっていう。あー、ダメか。あー、これはまずいというかわかんないですね。ある程度体力、まあ、削る必要があるのかな。正面から挑むというんですか。正面から挑むつもりはないんだけど、ああ、完全に背面から行かないとダメなのか。頭上を飛び越してから、あ、そう、こうしてこうだ。完全にこれめくり、完全にこれめくり攻撃を俺にやらせてきてますね。格ゲーじゃないんですけど、これ飛び越してこう 裏回る感じ、 これですね。だからこう飛んで裏から後頭部に蹴りを叩き込むっていう後頭テクニックですね。とんでもねえ女だ。ただその座高っていうかね、座標っていうのかな、が高すぎると危ない。降りてきなさいよ。ん？お断りします。さっきまで降りてなかっただろ。じゃあ降りてなかった、じゃあ飛んでなかったろ。私の任務はあなたの足止めであり、あなたを倒すことではありません。もはや十分な時間を稼ぎました。あなたと戦う理由もありません。ん？だったら叩き落とすまでよ。ダメなんですよ、ミントの魔法さ。魔法映像長すぎて攻撃の隙も与えるし、逃げる隙も与えちゃうんですよ。
くだね、この私がこんなガキ相手に。トラップマスターが身長高いからさ、あのどれ顔もね、顔もシュッとしてるから、あの年齢層が よくわかんないんですよね。多分ミントと同じくらいのはずなんでしょうが、これで終わりだ、食らってぶっ飛べ。おどんなよ。惜しい惜しい、結構強かったが俺に比べりゃ全然平凡だ。ん、あーん、なんだおっさん。あ、何よクラウスさん、実は実力者。いい加減にしたまえ君たち。クラウスさん出てちゃダメだよ。なるほど、やっとプリマドールを引き渡す気になったようだな、賢明だぞ。ん、その逆だ、プリマドール君は絶対に渡さん、マヤという王女様にもそう伝えたまえ。え、それだけ言うために出てきたというか、外見に似合わず勇気があるようだな、が愚かだ。え、マジで殺すぜ、殺しもうぜ、バカは死ななきゃ治らねえからよ。何とでも言いたまえ、いくら脅しても私の決心は変わらないよ。一つ聞きたい、お前はなぜそこまで必死になれるんだ、たかが道具のために。そうだ、プリマドールは遺産を手に入れるための道具に過ぎない。そんなものを自分の命を危険にさらしてまで守るのはなぜだ。私にはその思考が理解できる。それはそうだろうね、君はプリマドール君を道具としか見ていないのだから。道具でなければ何だというのだ。プリマドールのハイライトは決まってる、うちの子だよ。プリマドール君はうちの子供だ。自分の子供をよこせと言われて素直に従う親がどこにいるかね。たかが人形のために命を捨てる、そんな愚か者がここにもいたか、どこかにもいたのか。ならば望み通りにしてくれよ、その命プリマドールのために捨ててみよう、くだらん感傷を抱いて死ね。クラウスさん、あ、私のことはいい、逃げなさい。いやだ、僕は。あ、プリマ、あ、サイコマスターを退けたか。さすがは殿下、わがままだけの小娘ではないようで。ドールマスター、あんた何やってんの。残念でしたな、これはプリマドールの意思です。え、ミント、僕こいつらのところに行く。あ、だってそうしなかったらみんなが殺されちゃうよ、そんなの嫌だもん。だからミント、あ、僕を助けに来て、こいつらをやっつけて僕を助けて、僕ミントのこと信じてるから絶対助けに来てよ。あ、当たり前よ、前もそいつらもあっという間にボコボコにしてすぐ助けてあげるわ、だからちょっとだけ我慢してね。実に感動的な場面ですな、だが無意味だ。ドールマスター、あんた私を怒らせたわよ。それはそれは、恐怖のあまり身震いが止まりませんな。我ら悪役はすこすこと退散するとしましょう。帰還するぞ。お、助けに来てよミント。あ、絶対だよプリマ。そうきたか、なんということだプリマドール君。クラウスさん、ミント、おめえよ、おめえがいねえからそれ言っちゃかわいそうだな。一体何が、まさか。そのまさかよ、あいつらに連れて行かれたわ。僕がもう少し早く帰っていれば。なあ、でも変わったかな、プリマの意思だからな。でもあれは悔しがってる暇ないわ、プリマを助けに行くわよ。湖のほとりに大きな塔が立っている、東天王国みたいなやつだね。
マヤという王女様が魔法で建てたものらしい。すげえな。ブックオブコスモスの力かな。プリマドール君はきっとあの塔にいるだろう。マヤの塔か。夜が明けたら早速乗り込んでやる。